おじいとか言いますか？なぜ怒るです？なぜ黙るです？ビビりまくりなわけですよ。だから元気出してください。Thank you.
動かしていた方が落ち着くかなって。できないですし、お店に行けば新しいのはありますし、マフマフとか可愛くショーしてもダメっす。ペッティングっす。
語りかける。長いようで短かった処女の日、今日私は一歩大人になる。最も望まない形で。せめて優しくしてください。
違いますって。ああ、違います、違いますってば、ね。確かに最初に会った時は驚かされましたけど、最初に会った時は驚かされましたけど、ケケ君、のこと気にしすぎです。人間は心ですよ。ともかく目はすごく深くて綺麗なので、不意に近づかれるとドキッとしてしまうんですよ。だから鏡を見ろって言ったんですよ。もう泣き止んでくれますか？ですね、ペケ君は。世話が焼けますね。うちの弟にでもなっちゃいますか。
ケイくん。もうずるい。こっちの話です。来てくれたんですか？そうですか。ありがとうございます、ペケ君。でも残念ですが、今日はもう夜になってしまうのでした。楽しい部活の時間はおしまい。すいませんね、一人でやるって決めていたので時間は流動的だったりするんです。平気ですよ、女は度胸です。部活終了。さ、帰りましょう。と言いましてもあなたと私は帰る方向も正反対ですけれど。だって今日はとても楽しかったでしょ。私の胸に顔をうずめてるとき、お尻触ってましたよね。グニグニってすごい触り方で。しかも両手で。くすぐったかったです。ですものね。さて、どうしたものやら。私もそのくらいの価値はある女だったってことですかね。それともペケ君が無節操なだけですかね。許してあげますから、帰って反省タイムです。さようならですよ、ペケ君。